では今回は、イチマさんのデモ版をプレイするぞ。イチマさんとは、市松人形の愛称ではありますが、一体どんなゲームなのかのまあなんつうか、この、市松人形が主人公なんじゃがな。おお。っていうか、誰か倒れてるっつよ。一体どういう状況だよ。まあそれは置いといてな。置いとくのかよ。突然、屋敷が空き巣に狙われたんで、なんとかするべやって作品やで。なんとかってなんだよ。めっちゃぶっ飛んでおるの。ってことで、蚊取り線香先輩の話を聞くとだな。おお。我々では非力でどうにもならんから、火災報知器を鳴らして、空き巣を追い出せばいいんじゃね。って話になったんや。ある意味、防犯ブザーのような役割にもなりそうなので、いい考えかもしれないっつねー。そんで、火災報知器にたどり着くまでの道すがら、空き巣に見つかってしまう場合もあるが、そんな時は時すでにお寿司やから、テーブルの下に隠れるなどしてやり過ごすんじゃ。でもあれなんすねー。危険と警告された時は、まだ間に合うようなので、死んだふりをしてやり過ごせば、問題ないみたいっつよ。ふむ。ザル警備で助かったわい。最後に、クリアするためには、必要不可欠な仲間が屋敷におるんでんな。おお。そやつらの話を聞くことを忘れんようにするんじゃぞ。この場面では鉛筆が手に入りますが、使用することで足場ができるってわけっつね。おうよ。ちょっとしたパズル要素もあるさかい、よう考えて進むがええぞ。ってな感じで、デモ版をプレイしてみた感じやけどな。おお。全体的にはホラーな感じになっているものの、イチマさんの動きが可愛かったんで、そのギャップが素晴らしく、相手に悟られないよう移動する楽しみもあったさかい、なかなか良い作品であったのー。空き巣に見つかっても回避するやり方が簡単なので、ステルスゲームが苦手な方でも楽しめそうっつねー。ほんまやったのー。